さあ、両チームともね、現状のベストメンバーって感じかね。トップはジェズスが戻ってますね、もう完全に。トロサールも見たかったけど。まあ、シーズン序盤のね、ベストメンバー、あ、ホールディングなんだ。そっか。これがね、でもまあ、ホールディングとかやっぱでも心配だな。ホールディングのところがね、ホワイトになってトーマスサイドバックのアンカー、ジョルジーニョが一番いいかなと思いますけどね。みんな的にはどうだった？さあ、アンフィールドのリバプールのね、この時期の CL 圏残れるかどうかの強度。残れるかとか巻き返せるかか。来季の巻き返し楽しみですね。でもそれで言うと。今日とかね。トーマスセンターバック不安だけど、サイドバックだったらね、もともとホワイトセンターバック本職だし。ホールディングだとほんとポカするからな。相手強くなっただけ。今日ホールディングがすごい良かったらもうほんと、ホールディングも最高ですけどね。そう、ビッグシックス相手のホールディングは僕も厳しいと思いますね。これでね、ホールディング大活躍したら、アルテタ選手信じる力すごいなってなるけど、活躍しないで普通に負けたら、あ、やっぱアルテタの甘さが出たなみたいになりますよね。さあ、久々見たパスカットイン。うまいね。坂から腕ゴール。そのままワンツーで。さあ、マルティーニ、ゴール前。来たー！すごっ！もつれたからむしろシュート打ってくるタイミングわかんなくて、ね。もう、うちのね、猫たちも、ゴールセレブレーションです。1対1ね、打ってくるタイミングわかんなくて、そのまま残した足で決めたみたいな感じだったね。いやー、パスカットインから腕ゴールで、もう一回腕ゴールが坂使おうとしたけど、反対役に引っかかったのが壁パスみたいになって、で、ちょっとアーノルドも絞り遅れてみたいな。本当はね、これね、アーノルドがもう一歩寄せれてたらってところだけど、まあ、アーノルドにしては絞った方だから、リバプールのさ、こういう形じゃん。この3バック、このジンチェンコ、こう中入ってきて、ここいたら、こう閉じるか、こう出てくしかなくなるから、結果、ここが開かなくても、こっちが開くね。ここ降りていっちゃうから、このまんまプレスかかるんです。今、リードしてるからいいけど、これによって失点で形全然あるからね。センターバックの間が開いたとき以外降りなくていい。そうそうそう。アーセナル3バックはできてます。まあ今日に関してはそこ以外の中盤降りてきすぎ問題がメンタル面で起きてるんですけど。なんでだよっていうより、もう本当にもう分かった。キビオルの時とかホールディングの時は降りてきすぎる。ガブリエルとかサリバとかでやってる時は降りてこないから、もう本当にボランチ陣がホールディングとかキビオルとかそういう認めてない系センターバックだと不安なんですよ。さあ移動出ましたね。パーが、おー普通に決めた！最近のジェズスだと外すかなって思ったんだよね。普通にちゃんと背中取って決めたね。いやー、ロバーソンにしては背中しっかりね、守り入るのちょっと遅かったっすね。いや、強いわ、アーセナル。いやー、最近のジェズスだとあれかなと思ったけど、決めたね、すごいね。全部が良かったね。今のジェズスの背中入る力高かったっすね。うわー。いやー、ここでね、そう、ここでね、出てって。いや、でもリバプールのサッカーがめちゃくちゃ良かったっすね。ジョタのここのオーバーラップのね、判断もそうだし、カーティスをこう使って、このヘンダーソンのワンタッチね。だ最初に言ったホールディングの対応自体は良くないんだけど、でも最終的に得点だったのはホールディングの対応のところが直結してかってそうじゃないから。でもエリア内のね、1対1の対応であの手の広げ方、ハンドになって PK になってほしい。こういうのね、やっぱり試合見ててアーセナルの選手の中でホールディングだけ指摘ポイント多くて、こういう選手はもう直せないから、なんとか使える時に使っていくしかないんだよな。その選手自身が自分に矢印向けて頑張れるならいいけど、そういう選手ってほんと少ないからね。いや、イングランドの指導者なんてもっと教えないだろうから、日本より。こういう感じになるよ。いや、でも面白くなってきたね、アンフィールドで1点返して。いや、面白い前半でしたね。ホールディング変えるのはどう変えますか？個人的に今日はすごく富がいてほしい試合だ。いや、僕だったらもうこの時期には出せないですね。この相手だったら。隠した相手だったら出すかもしれないけど、今日の試合僕だったらジョルジーニョアンカーのトーマス、右サイドバックのホワイトセンターバックでいきますね。で、アーセナルは、うん、ホールディングの縦パスの付け方と、まあ、守備のところの対応とか。だから本当、中盤に縦パスつけんなですね。前に蹴りたいんだったら裏に蹴れですね、ホールディング。そしたら、裏に、ここでさ、ここにつけて失って失点とかさ、もうさっきね、その形で危なかったじゃん。で、ここにつけないと何が起きるかっていうと、でここで前に蹴るでしょ。もうホールディングだったら裏に蹴るってな決まってるんだったら、チーム全体がもうホールディング持った瞬間に横パスケアされて出せないんだったら押し上げるんですよ。二次回収早くなるし、もし前に蹴って、キーパーまで行くじゃん。そうすると、今日のリバプールのビルドアップって、こうなって、こうなって、こうなって、これなんかぐちゃぐちゃなってて、で、この辺広がってるから、ハビーに降りてきてて、で、後ろに人数いるから、前に飛ばしたとしても、アーセナル回収するっていう。結局、ね、リバプールボールにした方がアーセナル有利になるんですよね。みたいな、こう、地続きで考えても絶対それの方がいい。お !PK です！さあ、大チャンス。この後ね、手ずっと、いやー。ホールディングとこだな。じゃあ、ちょっとトイレ行ってくるわ。うわー！マジか！へぇー。サラーこれ外すあるんだ。ホールディング持ってるね。いやー、これ優勝するチームだわ。これ優勝するチームじゃない？ここ決めらんないの。
サラーそんな外してんだ。言ってもサラーだしな。いや、ほんとあの手広げながらの対応やだわ、ホールディングの。すげえメンタルだな、アルテタ。アルテタのメンタルすごいわ、この選手ずっと使っておける。おぉ、ジンチェンコ股抜きされた、アーノルドに。いやー、そうなるよな、アーノルド素晴らしかったよ。いや、そうなるよ。絶対な、前、この失点のね、前からプレスかけれる選手がいなくなってるからね、押し込まれるようになってるし、ね。いやー、もったいないっすね。終わりましたね。いやー、ラムズデールがすごかったわ。いや、さらに、ラムズデールじゃなかったらハットトリックしてんじゃないですか。ラムズデールのせいで、サラーが先輩になった感じがするね。なるほど。ね、前プレーなかったらね。そう、だからそれもさ、腕ゴール入れてるとさ、前プレーのさ、あの、組織整備ができるから、お前行けとか、俺行くから行かなくていいとか、ここずれとけって、やってんじゃん、ずっと。あれ、めちゃくちゃ重要なのよ。そうだね、サラー一応点取ってるしね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。